皆様おはようございます。株式会社アイスタイル暮らしコンシェルジュ菅野真由と申します。昨日ですね、姫路市大津でお引き渡しから1年を迎えられましたティー様邸のお家に訪問させていただきました。ティー様、誠にありがとうございます。とても楽しかったです。今日はこの YouTube でティー様のですね、1年住まれてからのいろんなご感想であったりとか、皆さんが聞きたいことをご質問させていただきましたので、そちらの様子を少しお届けしたいなと思っております。ぜひ最後までご視聴ください。それではよろしくお願いいたします。姫路市大津でお住まいのティー様邸のお家に訪問させていただいております。はい、今日はティー様の方にお家のインタビューっていうところでいろんなことを質問していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、まずちょっと一つ目で、すみません、どんなきっかけで、お家作りですね、スタートされましたでしょうか。前の家が階段階段が長かったし、またね、寝上がるのにまたさらに階段下がらなかったから、だからどうしようかなって投げかけたんですけど、階段がやっぱり一番ちょっと、きしんどかった。はいはいはい。出かけるにしても、トイレに行くにしても、ね、階段がちょっとやっぱりしんどいかな。はいはい。まあ、それと、外壁をね、リフォームして、外壁のリフォームをするのをね、どうしようかな、外壁リフォームした方がいいか、断熱とか、リフォームで、そろそろあちこち傷んでたからね、そんなちょこちょこなんかやったらもういっそのことを言う。どうしようかな、リフォームで大々的に出すんがいいやろうかいうところで、ちょっとそうです、リフォームかって悩まれてましたもんね。当時はリフォームして、隣にちっちゃい平屋でも建てて、で行こうかなっていう感じやったんやけど、さきらさん、これは大きい声言ってもらっていいですか。さきらさんにはもう、それはよろしくない、よろしくないと。これはいい、この4階建ての家をこのまま置いといて、息子さんたちの代になってさ、取り壊すってなったらもうこれは大変です。家がね、建ってからね、建ってなったらもう手直しも大変やし、水道も2箇所引くのも大変やし、これはもう一気に壊して、一個の大きい家をどんどん建てた方が絶対嬉しい話をわーっていう、やられたって、もうグーのでもで、やっぱり、なるほど、最初はリフォームからスタートしようかなっていうお家が、新築になりっていう感じですか。そのいろいろ説明もね、お家のことの説明もしていただいて、なんか、もうああすごいって、外壁のこととかも、でもめっちゃ綺麗ですよね、この1年ですけど。真っ白の外の漆喰、ね、中も外も漆喰はやっぱりね、ほこりもたまらへんし、ね、でここで一回ね、トマトね、私も切るのめんどくさくて、はいはい、丸かぶりしたんですよ。そんなことあります。汁がね、汁が飛んで、ここ赤いのがついちゃって壁に、で、やっと思って、はいはい、もう拭いたってもう遅いね、もう手が吸っちゃうからね、はいはい、だけどすぐでも数週間後わからないですね、見えへんでしょ、どこに飛んだら。多分トマトって結構ね、なんか取れにくそうな、赤いのがピザーって飛んだんですよ、もう多分どこ飛んだかわからへん、かぶりついちゃったら勝手に消えました。いや、あんな飛ぶと思うんだよ、飛んだな、冷やせザーって思ったけど、すごい自浄作用がここで発揮されたようだね。ほんまやわって消えますってね、残り、ね、かなんかあれした時に消えますって、ね、トマトでもすごいですね、消えました、立証しました。本当ですね、わざと実験をしていただいて、かじってみたりして、なるほど、なんで、お手入れいらずはお手入れいらずかもしれないね、うちの壁紙やったらなかなかあれか
壁が見えたら残ってる、そうですね、消えないですもんね、すごいなと思って、なんで消えるんやろ不思議、うん、うん、次2つ目で、以前の、まあ、暮らしと、まあ、何か大きく変化っていうところで、例えば、まあ、体体調面であったりとか、まあ、お家の中で過ごし方とか考え方って、そのあたりって1年過ごされて何か感じるものってありましたか？服はい、服があったね、家の中をおる時はもうほぼそんな厚着することないもんね。だから部屋着のその昔のね、どういったあったかいもの、反転とか、そんなん全部いらなくなっちゃったんで、はいはい。でもさっきお父さんもおっしゃってました。羽毛布団がいらないっておっしゃってて、布団もいらない。なんかそれがやっぱすごい。年から年中同じ布団で。夏も冬も私は一緒やから。はいはい。夏は夏で涼しいから毛布かぶっちゃうし、冬は冬であったかいから毛布かぶっちゃうし、掃除？何？喋ったよ、掃除が違う、あ、掃除、喋ってください、ありがとう、あ、掃除がしやすい、掃除するようになった、あ、みんなそうか、こまめに、そう、こまめに、こまめにキープしてる、キープしてるから、台所は特にね、でも掃除がしやすくなったな、しやすい、お手入れしやすいですか、しやすいですね、やっぱりそれだけお家にね愛着も湧くから、もともと掃除しない方やったんで、もともと全然せへんかった、あ、全然なんですか、するように、へえ、ちょこちょこっとハンディでこう、あ、そうなんですか、平日にしてくれるから助かる、嬉しい、嬉しいことですね、でもそれはだからその部屋のなんかディスプレイなんかも気をつけてなかったのを気をつけ出したっていうのもありますよね、ちょっとおしゃれにしようかな、あ、せっかく飾るんだったら整理整頓をしだしたみたいな、前は雑然と置いとったものをきちんとこう何かに入れてしまおうとか、すごい、そこは変化ですね、ちなみにお母さんどうですか、体調のこととかお家での過ごし方って何か変わりありました、うん、さっき言ってたよ、はい、服はもう、あ、やっぱ洋服が、うん、全然もう、うん、それこそダウンとか、あ、ダウン、うん、そういったのもいらないし、だけど不便な点が一つ、はいはい、中におってこんな感じやからもっと外出たらサブ、サブなそれ結構皆さんおっしゃってて、ね、本当に冬暖かいんだなって、うん、それもあるし、もう温まって芯まで温まってんのか、でも薄着で出ても結構、はい、結構平気、そうなんですか、昔まで も出たら絶対着込まなかったけど、はいはいはい、それはほんまに減ったかもな、昨日一昨日もあった半袖でウォーキング行ったりとか、ウォーキング半袖でウォーキング行って、なんでみんな振り返るんやろ、見られたやろ、マスクしてないやろから、マスクしてないやろからやっぱあかんのかな、ちゃうわ、あんただけ半袖やから季節がね、まあ、だからなんていうかな、芯まで冷え切ってるとなんぼ着込んでも寒い、寒いですよね、もともとが温まってるからかもしれないけど、あんまほんまになんか冬物着しなくなってきてるかもしれない、すごい、昨日もだいぶ冷えてましたよね、やっとも風もあったしね、結構ね、でもなんか中がぬくもってるからか平気な、外出ても平気な感じ、じゃあ本当体にもこう優しいお家ですね、夏は夏でね、そんなに寒くないから、いや寒くない、暑くないから掃除もしやすいね、あ、そうなんですか、前みたいに汗びっしょり返ってそうそうしない、はい、アイスのみたいな巻きママってそうそう暑いから汗かいてね、しょって言ったのが、ね、なくなったもんね、掃除がだからやっぱり楽やね、冬も寒くないからし、まあ、動くのが動きやすかったもんな、そうやね、動くのが動きやすい、家事がほんまに楽には楽ですか、しようってものも、ああもう動きたないっていうのはないから、そう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 、はい、パッと立ち出るからね、朝はパッとこう動き、前の家で、ね、夏、うんうん、あの家で料理するのに、もう煮炊きするのも絶対夏嫌や、夏言ったよ、また
なんだけもうコンロは近寄りたくないつけたくないね、家計として暑くなるしね、それもなくなったから、すごい、やっぱりすごい変化ですね、気温の変化は大きい、もう大事、ほんまに大事、断熱性のすごさ、皆様いかがでしたでしょうか。今日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。はい、今日はですね、音声の方でお届けさせていただきました。また昨日はですね、カメラマンさんの方にも素敵なお写真をたくさん撮っていただいております。そちらのお写真は1ヶ月後にはホームページの方にアップさせていただきますので、どうぞお楽しみになさってください。また来週ですね、来月の YouTube の方は第2部を配信していきたいと思っておりますので、次回の YouTube 動画もぜひお楽しみになさってください。それではまた来週会いましょう。